続いての時間はメダルの贈呈式です。全世界の祝福家庭と平和大使を中心として行われました。献金の内容について、今回の行事に関して統一基金に参加、たくさんの方が参加してくださいました。その中で100万ウォン以上の献金をしてくださいました方々にバッジのメダルの贈呈式を行いたいと思います。ジュジンテ地区長からお渡しいただきます。チョンボクン協会は5人の方が、ご家庭の方となりますので、代表の方が代表にお進みください。主人邸生田民子家庭、ユーハーヨル、相沢ゆか家庭、金病でチョンノクチャ家庭、文標準イギョンジャ家庭、ピョソグン杉谷直美家庭となります。今回の大きな行事には本当に多くの精誠が必要です。人知れず精誠を込めて精誠を尽くしてくださった方々にバッジが渡されています。それでは記念撮影を行います。皆さん精誠を尽くしてくださったと思いますが、代表でバッジを受け取られた方々に拍手をお願いいたします。